こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流してもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。熱いぜヌーソロジー。どうぞ。今回は人間の外面に出ようというテーマでお話をしていきたいと思います。はい、高橋さん、はい、この To Depth and Beyond というのはこれだよ、これ。はい、ね、To Depth and Beyond なんだと思います、うん、いやいや、キャッチフレーズなんですけど、はい、勝手に決めた。なんだと思います？奥に進んでいこうみたいな感じですか？さすが、さすが、英語力満載だけど、これ、はい、バズライトイヤー知ってますか？あ、知ってます。決め文句は無限の彼方へさあ行こうですね。ですよね、はい、あれ、To Infinity and Beyond って言うんですよ。はー、知らなかったです。無限の彼方あんのかとか、そういうんじゃないんですよ、言いたいことは、はい、無限の彼方はどこにあるんだとか、そういう理屈じゃないの、ね、これはだから奥行きの彼方にさあ行こうなんです、はい、で、その奥行きの子供たちっていう本が半田さんにあるんですよ。おー、うん、で、それは映画やいろいろなアニメのような作品を、はい、半田さんとアルイさんって人とマキシムさんって人が、はい、対談形式でやってらっしゃる本なんですけれども、これがまた素晴らしくてね、はい、で、いろいろな映画やいろんな作品は実は半田さんやヌーソロジーから言わせれば、はい、奥行きということに対して意識を持ってるんじゃないかっていうテーマなんです。じゃあこの場合奥行きは何をやるのっていうのは、はい、今回はしません。あら、はい、もうちょっと段階があります。段階ね、なんで最終的には奥行きの話も出てまいりますので、はい、そのお楽しみにということで、うん、To Depth and Beyond、 まあ飽きちゃったら使わないかもしれませんが、ひとまずはキャッチフレーズということでご理解いただきたいと思います、はい、で、今日は人間の外面に出ようって言うんですけど、はい、人間の外面はどこにあるんですか？わかんないですよね、はい、これはヌーソロジー用語で、はい、私の言うあるといるってありましたよね、はい、ね、こっちイメージの世界、うん、こっち実際に見える世界、はい、こっち側を人間の外面って言うんです、うん、ヌースでは、ヌーソロジーでは、はいはい、こっち側を人間の内面って言うんです。呼び方が違うんですね、うんうんうん、私の考えているものと、はい、でもここはヌーソロジー応援動画ですから、ヌーソロジー用語で人間の外面に出ようっていうことについてお話をしていきたいと思います。ところで大事 M はさ、はい、他人軸になるなとか聞いたことない？もう高橋さんから何回も聞いた。まあね、はい、私は昔から言ってるんで、はい、他人軸と自分軸がいるとか、はい、かえって分かんないこと言って、はい、この前 あっけに取られたことありましたけど、はい、まあいずれにしてもですね、なんでそんなこと言ってるかっていうと、うん、こっちのイメージの世界って、はい、他人が見てる側でもありますし、うん、前も言った通り生まれた時はこっちしかないんですよ。そうですね、赤ん坊の時は覚えてないだけで、はい、それがいろいろ人の反応を見て社会的なことを身につけてるわけですよね、うんうん、ですからこっち側は他人の軸なんですよ、どうやっても。あ、他人から見たものをフィードバックしてるから。そうだから人が言ったとか、はい、オリエモンが言ったとか、ひろゆきが言ったとか、誰がどうしたとか言ってわーわー言うっていうのは、はい、他人の話の方がウケると思ってるわけですよね、うんうんうん、でもそれは他人の話を使うなって意味じゃなくて、はい、自分の軸はどこにあるのって話になっちゃうわけです、はい、自分の軸はこっち側にあるわけです。ただ他人軸ばっかりイメージして頭の中だけでやってきた人には自分軸への出方ってわからないと思うんですよ。だからいろいろな私の動画ではこっち側だこっち側だって言ってるんですが、はい、それをまあ全部言ってるとキリがありませんので、とにかくこちらに出ることが自分軸であり、それをヌーソロジーでは人間の外面といって非常に重んじてます。で、なんで重要なんですか？結局外に出ないと自分が出せないからみたいな。要するに、はい、哲学的に言うと、はい、こっちって自我なんですよ、自我。自我って記憶とか今までのこととか、はい、自分の認識とか悪い意味で言えば思い込み、はい、っていうパターンが社会に身につけさせられている後天的なものですよね、うんうん、自我。じゃあこっちは本能。あ、いいかも。自己なんですよ。ほー、つまり本来の自分はもともとこっちですよね、はい、ですから言葉に似てますけど、こっちは自己でこっち自我なんです、哲学的には。おー、この2つは似てるんですけど実は違うんですよ。自我っていうのは自分がいろいろ社会生活の中で身につけていく面がありますよね、はい、まあいろんな定義あると思いますけど、自己っていうと自分がいろいろ見てたり感じたりまっすぐするところですから、うんうんうん、こっちの方が可能性多くありません？多いですね。こっちバラバラだと思いません？
確かに。だからこっち側がヌーソロジーでも可能性のあるポジションなんですよ。おー、自己実現っていう単語聞いたことあります。ああ、近いかも。自我実現って聞いたことない。ない。や、さすが、この違いですよ。さすが大事で、問題は、はい、こっち側はそのダルビッシュ博士のもやったんですが、はい、こっち側は実は科学がやりにくい場所なんですよ。なんで幾何学を用いてるんですね。なぜならこれの大きさが何センチってやると、うん、大事 M がいて私がいますと、はい、これ同じ大きさのはずなのに、これだんだん私にとって小さくなって、はい、ご覧の皆様や大事 M には同じタイミングででかくなって、科学やりにくくありません？月がそこに出てて、はい、月が直径何千キロだか何万キロとか、うん、の大事 M の顔の方がでかい様子はどうですか？ショックですね。だけどこっち側ってそういう風にできちゃってますよね。そうですね。だから幾何学やでも科学って主にこっちですよね、うん、どうしても科学が発達した現代ではこっち側が育ちやすいんですよ。裏技だ、コツだ、再現性だ、メソッドだ。なるほど。だけどヌーソロジーではそれでもなおこっちに出ろ、私も同じ考えですっていう風になるんです。じゃあそれはなんでなのっていうことなんですが、はい、こっち側って勝手にイメージだから何でもやりますよね、うんうんうん、こっち側は見たまんまじゃなきゃできないですよね。この違い分かりますよね、はい、こっち側で例えば物が動いた、物が動くってことは、うん、動かないものがないと動いたって分からなくないです。分からないですね。確かに。じゃあちょっと大事 M そこで立ち上がって、はい、皆さんに見えないですけど一周ぐるっと回ってもらいます。お部屋動いてますよね、はい、いろんなもの動いてますよね、はい、でも動かないものがあるから動くものも分かるわけですよね、はい、だってこうやってたら両動いたら分かんないじゃないですか、はい、確か僕と一緒に他の部屋も一緒に回ってったら、じゃあ動いてないものは何？僕回ってんじゃないですか。僕回ってますね。あ、自分の視点。あ、さすが天才的。ありがとうございます。前を向いてるってことは変わらないんですよ。あ、そうだね。そうですね。だから皆さんもお分かりだと思うんですが、親が回ったとかなんとかっていう以前に身体感覚からでどうしても親が回った、俺回ってる、でもこっち側って前を向いてるっていう事実はどこにいても変わらないですよね。じゃあ第一ゲームが後ろ向いたってそっちが前になってるだけですよね、はい、そういう風にこっち側ってもちろんこっちもイメージはできますが、不思議な空間なんですよ。でもこっちは本当なんですよ。自分で感じ取れる場所ですよね、うん、でそこにいろんなものがあったり空間があったり、はい、それによって実はその裏にこういう裏舞台が潜んでるとか、でベルクソンであるとかハイデガーであるとか、うん、ドゥルーズであるとかが哲学者でもすでに言ってるような話もいっぱいありますし、実は何よりね、はい、先に言っちゃうんですけどね、はい、素粒子の動きとこっち側がリンクするんですよ。素粒子と、うん、素粒子って、はい、例えば粒子になったり、はい、波動になったり、はい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 、観察してると、はい、粒になるけど、はい、観察してないと波動になったりとか、はい、ものすごく遠くまで飛んでっちゃったりとか、あのスリット実験でしたっけ。ああ、そう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 、ありますよね。見てると動きが変わる。そうそう、見てると見てないで動きが変わる。銃で撃った時は波動になってて、はい、もう一回着弾した時見たら粒になってるとか、うんうんうん、だから普通に物体撃った時と全然結果が違うとか、いろんなものってありますよね、はい、そういうものが実は最終的に接合するんです。へー。この前も半田さんが、はい、サロンで、はい、今大事 M イミジ君もおっしゃった、はい、あの20スリット実験、はい、説明してたんですよ。ほら、ヌーソロジーでやるとこういう解釈になる、っていうようなのの方が辻褄が合うんですよ。すごいっすね、はい、ただ、はい、当然ながら科学の方が主流でどん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  何十年とか100年以上やってるわけですから、うんうん、今そういう仮説があるからといっていきなりこっちの方が正しいんだよと、うん、いうことには無理のある部分や説得力っていう点では時間かかるかもしれませんが、はい、ちゃんと接合するんですよ。ですからそれはこっち側っていう実際がないとこんな素粒子とのぶつけ方ができませんよね、うん、ところがどうしても科学っていうのはこっちの時空っていう科学で設定されている何センチはこうならないようなもので組まなきゃいけないから、うん、複雑化したり矛盾が出ますよね、はい、そこを解決するのはヌーソロジーなんですよ。だから例えばさっきのように、はい、川が流れてるって川の外にいなきゃ分かんないのは当たり前ですよね。本当は当たり前ですね。魚みたいに川の中に入ったら流れてると分かんないかもしれないですよね。分かんないですよね。でもそう言われる当たり前のことって現代人って意外におろそかにしてるんですよ。でその鍵は自分のイメージや頭の世界ではなくてこちら側、自分が見て自分が感じて自分が捉えられる世界でしか広がりはないんです。ですから
細かい話っていうのはいろいろ出てくると思うんですけども、はい、一番言いたいのはこのイメージだと数学で XYZ 軸って見たことないです。見たことあります。でこっち回したりして、はい、じゃあさっきみたいに、はい、大GM が人として言いました、はい、XYZ 軸じゃなくてどうなってると思います？もう ABCDFGH で無限に軸がある。ああ、なんかそういう切り口もあるけど、はい、上下左右前後じゃないです。そうですね。自分が実際見てるの。じゃあその上下入れ替えてみて回してって言える？言えないです。ちょっと無理ですよね。ちょっと無理ですね。ねえ、だから違うんですよ。こっち側は科学みたいな、なんか回してこういう、いや物は回せますよ、うん、こっち側でも。でも解釈が違うわけですよね、うん、ですからこっちで科学が発達したのは悪くないんですけども、うんうん、本来はもっと哲学的なことと含めてこっち側に何かヒントがあるはずなんです、うん、でそれを我々は哲学では語られてきたもののおろそかにしてきたかもしれません。ですから半田さんは科学と哲学の融合、その鍵は人間の意識にあると言ってるんです。ほう、うん、だからそういうような形って一言で言うとちょっとかっこよかったりスピリチュアルでとかみたいになっちゃうんですけども、うん、そういう意味じゃないですよね、うん、もっと実際に計測したり測ったりはできなくても自分で機械学を用いてメカニズム的に理解ができるようなものになってるわけです。じゃあ全部ここで説明してよっていうとキリがないんでいたしませんが、詳しくは半田さんのサロンで始まったばっかなんでいろいろ基本的な話もされてます。うん、もちろん全部分かろうとしたら難しいかもしれません。私も全部は分かんないですね、細かいこと言ってるところも。ですが大体のことは当然こっちの感覚ですから、うん、分かってきますよね。そんなところもヌーソロジーの魅力だと思っていただきたいと思います。いかがですか、そういうちょっと釈然としない感じな感じで話終わってますけど。いや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 、まあ面白いですね。でも、はい、前が動かないとかってあんま考えなかったでしょ。考えたことはないですね。それによってまた違うんですよ。だからいろんなことが今後分かってくると思いますので、はい、また熱いぜヌーソロジーでもいろいろ応援をしていきたいと思います。半田さんのサロンは概要欄に貼ってある通りなのでご興味のある方はそちらをご覧ください。トゥーデプス&ビヨンドですよ。奥行きの話も出ますよ。ぜひお楽しみに。今回の動画は以上です。大GMとお送りしました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ケロヨーン。